創医学的研究法。創医学的研究法。創医学的研究法。ストラタグラフクルメソッドとは、考古異物を含む、土層、異物方眼層同士の上下関係や、異項の切り合い関係、その他付帯する要素によって、異物の年代の進級を決定する、考古学の研究方法。もともとは、地質学から輸入された方法であるが、 方法論として取り込まれる過程で検証されて、考古学独自のものに転している。総医学的研究法とは、地質学における地層類重の法則、つまり、より新しい地層はより古い地層の上に重なるという原則をもとにしており、同一地点においては、上層の方が新しい年代を示し、下層の方がより古い年代を示すであるという前提のもとに、移行や、 異物の進級関係、相対年代を考えていこうとする研究方法である。切り合い関係とは、遺構相互が重複している場合、例えば遺構 A が破壊されて、遺構 B が営まれている様子が土色や土質の観察によって確認できるのであれば、遺構 B の方が遺構 A よりも年代的に新しいことは明らかであり、これもまた相対年代を把握する手がかりとなる。 土層の体積は、高古遺跡の場合、墓を埋めるなど、人為的に埋め戻す、人為体積と流水等による運搬作用を中心に、崩落や風化を伴って進行する自然体積がある。いずれの場合も、上層にある以降、遺物は下層にある以降、遺物よりも年代的に新しいことを基本としている。ただし、遺跡における層意では、 明快に区分し得るような複数の層が累重する状態は、貝塚・伊・岡で古い層の移行を完全かつ平面的に破壊して、聖地し新しい層の移行が築かれる場合などに限られる。この場合は、後の時代に荒らされていない異物方眼層において、同一地点の下層の異物は古く、上層の異物は新しいと判断できる。この場合も、 黄岩層が堆積する速度は、場所及び時代によって異なり、決して均質ではないから、基準度層面からの深さの差は、必ずしも年代差を反映せず、浅かったり深かったりする。具体的には、同じ炭層であっても洪水によって作られる層は、ごく短期間であるが、地層の底に程度が沈殿していって重なる場合には、極めて長時間にわたる。従って、層医学的研究に際しては、 土層における土砂や砂礫の流度の観察も欠かせない。また、新しい層の古い層への破壊が著しい場合、本来なら新しい順に A、B、C の文化層があるはずなのが、中間の B 層がなくなってしまうこともありうる。そのために、多くの場合、考古学における層医学的方法は、人為的なものや自然の影響によるものを含めて、方眼層同士い視は、 土層同士の境界もしくは、方眼層中ないし土層中に認められる面を基準として考えることが多い。言い換えれば、ある遺跡におけるある面はその遺跡におけるある特定の時間的位置を決定するものと考えるということである。前述した貝塚やヨのような場合、複数の面が垂直的に上下関係にあると考えられるから、それらの面同士、 またそれらの面に伴う異行、異物同士の間に相違的、時間的な戦後関係、進級関係が確認されると考えることができる。しかし、多くの場合は、古い面を破壊して、新しい面や新しい異行が築かれている場合が多く、その場合も面相互の切り合い関係を観察することによって、一つの面とその上位、または、 貝の層に含まれる異物との関係について、時間的戦後関係を認めることができる。複数の方眼層が流従していても、上層に年代的に古い異物が含まれる場合があったり、人工的に埋められた異物や長期間地表面に露出していた異物、また破損しにくいために長期間にわたって使わされ。 続けてきた異物が方眼層に含まれる場合、他の異物との進級関係を正しく示さないことがあり得る。こういった場合は、時間的戦後関係を確認できない。また、異項が使用、または機能していた時期と異項内に堆積した土に含まれる異物は、異項の年代を決定する要素にはなり得ず、異項の所在する面に絡んで異項が機能した時期に使用された異物絡んでいる場合に、 移行の年代を決定する要素となる。つまり、溝や井戸が生まれかけた途中の層で確認される遺物は、その溝や井戸の機能した時期や気づかれた時期の面の時間的位置を示していないことがある。廃絶された後放置された溝や井戸の場合は、長い年月にわたって、オーブとして地表面に残り、そのためあらゆる年代のものが雑多に流れ込むため、異物を年代特定の根拠にはできないのである。 これに対し、縄文時代の縦穴住居跡の炉や、住居の入り口部分に使用された、縄文土器、古墳時代から、平安時代の縦穴住居跡のかまどに使用された、弾じきの亀などは、造営開始に伴って埋設されたことが確実視されるので、移行及び移行が使用された面、移行が機能した時代に関わる遺物ということになる。ただし、中世の墓に使用される、蔵国旗の場合には、 壊れにくいメが使用されることがあり、蓋に使用される鉢などと年代が異なることがあり、良好な共犯資料にもかかわらず、墓の築かれた面、言い換えれば、被葬者の埋葬された年代の決定には使用できない場合もあるので注意が必要である。いずれにしても、総医学的研究法は、その意向の特質や周辺状況を十分考慮した上で進めていかなくてはならない。一方で、 時代の判明した遺物を含む層が連続していることが確認できたり、時期の判明している火山灰層などがある場合は、絶対年代の判明したその土層を基準にして、堆積層同士の新旧関係や、およその年内を知ることができる。このようにして、多くの遺跡の遺構、遺物についてその相違的関係を論じることが可能になる場合がある。人口相違と称し、 特定の間隔を設定して土器その他の異物を取り上げて、その土器の湿度頻度から遺跡の時期区分を設定するという手法を取る場合がある。しかし土器の捨て場、河原家玉里様以降など特定種類の異物が大量に一括して検出される場合に限られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。